東部で、ハニ系電車は、かつて、東部鉄道に在籍した電車。1925年に申請された、東部初の反抗性車両である。本校では、本形式及び、同系の制御車である、区派一型が属する対象14年系全般について記述する。1924年の伊勢崎線、浅草西新井関電課に際して、対象13年系で、 配置型が申請されたが、輸送量の増加に伴って、それらと編成する制御者が必要となり、申請されたものが、本系列である。1925年11月に区配置系1から6が、同年12月には、西新井越谷間の電化管制による電動車の所要数増加に伴って出ハ2系9.10が、それぞれ申請された。 デハ2型については、デハ1系1から8から連続した車両番号が付与され、電動車、制御車といった各車両種別ごとに、形式称号とは無関係に続番が付与されるという、戦前の頭部における、車番付与基準適用の先駆けとなった。なお、製造は、大正13年系と、同じく、全車とも、日本車両製造東京支店が担当した。 外観並びに、性能は、対象13年系と大きく変わるところはないが、構えたい設計が、対象13年系の鉄骨木造車体から、主要部分に後半を使用した、反抗性車体に変更されたことが、最大の特徴である。本系列の申請当時は、鉄道車両の構えたい設計が、木造車体から半、反抗性。 全構成車体へ切り替わる過渡期に相当し、前述のように東部においては本系列が初の半構成車体の採用例となった。導入後は対正13年系と共に運用され、区配地形の電動車化並びに戦後に実施された大改版に伴う改版を経て、1955年以降荷物電車へ改造される車両も発生した。 旅客用車両として残存した車両については1967年まで、家電化改造を施行された車両は1983年まで、それぞれ運用された。全長 15,940mm の半、構成化前体であり、レハ 2K、区配 1K ともに両側に運転台を備える、両運転台構造である。屋根部は、 対象13年系のダブルルーフ構造に対してシングルルーフ構造に変更された。全面形状は緩い局面を描く丸妻構造で、全面窓は対象13年系と同様に5枚備え、左右両端の窓上には行き先表示窓を設置し、その分上下寸法が中央よりの3枚と比較して縮小されたものとなっている点も順じている。 側面窓配置は 1D232D232D1 で、客用扉下部にステップを有する点とともに、対象13年系の仕様を踏襲しているが、本系列においては、腰板部の外半が、車体裾部まで引き下げられており、外部から大枠が見えない設計となった点が異なる。車内はデハ経系、区配地系ともにロングシート仕様で、トイレは設置されていない。 本系列が搭載する主要機器の使用はいずれも対象13年系と同一である。ウェスティングハウスエレクトリック開発の電磁単位スイッチ式関節非自動制御機を採用した。なお、本系列に引き続き増備された対象15年系並びに昭和2から4年系においては HL 制御機に代わってイングリッシュエレクトリック車デッカーシステムの系譜に 属する電動カム軸式自動加速制御機が採用されたため、本系列は、頭部における HL 制御車として落成した最後の形式となった。ウェスティングハウスエレクトリック WH556J6 で、1両あたり4機搭載する。駆動方式は釣りかけ式である。釣り合い両式のブリル 27MCB-2 を、デハ 2K、クハ 1K ともに装着する。 ウェスティングハウスウェアブレーキ車開発の M3、同弁による元空気ダメ間式、アム自動空気ブレーキである。同制動装置によって、床下に搭載された、制動灯を動作させ、床下に設置された制動引き棒を介して、前後台車の制動を行う制動機構が採用されている。パンタグラフはデハ2型に1両あたり2機搭載する。また、連結機は、 対象13年系とは異なり、落成当初より自動連結機を採用した。運用開始後は、対象13年系とともに、形式ごとの区別なく混用された。なお、対象13年系で、配置型は、書類上は全車とも電動車であったものの、内二両は制御車代用として運用されていたことから、本系列竣工後における東部が保有する電車の内訳は、 電動車8両、制御車8両となっていた。1931年に区派1.2が、電動車化改造を施行され、制御車代用から正式に、電装解除された前述で、配置計7.8と車番の交換を行う形で、デハ 2K7.8 と解消、改版された。電装品は、デハ1計並びにデハ 2K9.10 と同一の、 物を搭載していることから、同二両の電動車化に際しては、電装解除された初代からの発生品を流用したものと推定される。1937年には残る九波三から六も電動車化された。同四両の電動車化改造に際しては、電装品に国産の製品が用いられ、主制御器は、 電動化無軸式関節自動制御の MCH-200B を、主電動機は HS、HS-254 を搭載し、同時に台車が、住友金属工業製の蛍光組み立て型釣り合い、両式台車 KS31 リットルに換装された。電動車化改造後はデハ 101K101 101から104、と別形式に区分され、HL 制御の他の車両とは、 平結が不可能となった。第二次世界大戦中の空襲などによって、東部が保有する車両各形式にも、被災車両が少なからず発生したが、本系列においては1945年に出ハ101、計101.104が、戦災で車体を焼損した。同2両は1947年に、汽車製造において、焼損車体をそのまま修繕する形。 いわゆる、叩き直しと称する修繕方法によって、復旧工事が施行された。復旧に際しては、伝送解除が実施されたほか、変運転台か、全面窓の3枚か、乗務員扉の新設とそれに伴う客用扉の移設等が施行され、出場後の窓配置は DD、DD132D232D1 と変化し、原型とは大幅に異なる外観に変化した。 また、前述の通り現車は出場当時から制御者であったものの、車体表記並びに書類上の扱いとも電動車のまま運用に復帰した。戦後間もなく激増した輸送需要に対応するため、東部においては国鉄6 3系の割り当てを受けることを決定したが、同系列導入の見返りとして、 保有車両の地方施設への供出を運輸省より指示されたことに伴い、本系列からは出ハ 2K7.90 の3両が供出対象となった。同3両は1947年から1948年にかけて、出ハ7.9が新潟交通へ、出ハ10が高下電気鉄道へそれぞれ譲渡された。 前述教室対象とならず、頭部に残存した五両は、1951年に、施行された、大改版によって、モハ1110系、モハ1400系、クハ420系の、各形式に区分された。デハ2型として、唯一残存したデハ8波モハ1110系1110、11と解消、改版された。大改版実施当時の頭部における、 旅客用車両の HL 制御車はモハ1110と、大正13年も系も、8 1 0 0千1 1 0 0 1一の計三両を数えるのみであり、いずれも、旅客運用には用いられていなかった。モハ1110はデハ8当時に、立林電車区の校内入れ会社へ転用されたのを、川切りに、浅草工場、西新井電車区を転々とし、 1949年以降は、西新井工場の校内入れ会社に潜入した。デハ101系中、戦災を免れた、デハ102.103はもは1400系14 1400.1401と解消、改版された。また、主要機器の使用が同一であった。 昭和2から4年系で、派105系105から108も大改版に際しても、派1402から1405として、同一形式に統合された。前述戦災復旧車両であるデ派101.104については大改版に際して、正式に制御車形式に改められ、区派420系420.421と、改称、改版された。 また、昭和2から4年系の繊細復旧車両区派11系3も大改版に際して区派422として同一形式に統合された。入れ替え車として使用されていた、モハ1110系1110は1955年11月に荷物電車に転用され、もユに1190系1190と改称、改版された。 さらにも8 4 0 0系1 4 0 0 1 4 0 1に、ついても1964年5月に家電に転用され、も、2 4 7 0系1 4 7 1 1 4 7 2と解消、改版された。一方、クハ420型は当初下付電気、鉄道引き継ぎ車両であるも、波2670型と編成して主に、 絹川線で運用され、もはに1670型が、立林地区へ転属した後は32系電動車、各形式と編成して、大支線などのローカル線区で運用された。1964年より32系各形式の3000系への車体更新が開始されると、区波420型も更新対象となり、 1966年に区ハ421.422が、翌1967年には区ハ420が、それぞれ更新を実施され、区ハ420型は、形式消滅した。また、家電化改造を実施した車両についても、荷物輸送量の減少や、荷物扱い廃止に伴って、1976年に、模擬 2190K1190 が、 1983年にはも、2471.1472がそれぞれ廃車となり、対象14年系に属する車両は全廃となった。も2471は除籍後杉戸工場において保管された後、日本貨物鉄道へ譲渡された。譲渡後は、小山駅構内において長年にわたり保管されていたが、2008年4月に、 解体処分されたため、本系列で現存する車両はない。ありがとうございます。